南アフリカで地殻テロが計画されている可能性があるとアメリカ政府が公表し、日本政府は現地に滞在する日本人にもメールで情報を知らせ、警戒を呼びかけています。続きを読む。南アフリカにあるアメリカ大使館は今月26日、ヨハネスブルク郊外にあるサントン地区で29日にテロ行為が計画されている可能性があるとして、滞在するアメリカ人に大規模な集会などを避けるよう呼びかけています。松野官房長官は27日の記者会見で、日本政府も現地に滞在する日本人に対し、アメリカが公表した情報をメールで知らせ、警戒を呼びかけていることを明らかにしました。メールでは、サントン地区やその周辺では人混みを避けたり、不審な人や車などに遭遇した場合、直ちにその場を離れることなどを呼びかけています。松野官房長官は引き続き現地情勢を注視しつつ、在留邦人の安全確保に万全を期す考えだと述べました。外務省によりますと、南アフリカに在留届を出している日本人はおよそ1000人いるということです。